ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今年の夏休みは旅行に行こうと思ってたのに暑すぎて行けなかったわ。それは残念だな。来年は海で泳いだりしたらどうだ。海は嫌よ。私泳げないから溺れそうだわ。山なら溺れる心配もないし暑さもしのげそうだから行きたいわ。夏の山なら白馬岳がおすすめだぜ。そうなの。名前もなんかかっこいいし、行ってみたいわね。まあ、ここは死亡事故も多いところだから、気をつけてな。死亡事故？というわけで今回は、2012年の白馬岳大量遭難事故について解説するぜ。そもそも、白馬岳ってどんな山なの？白馬岳は、飛騨山脈北部の、後ろ立山連峰という飛騨山脈の内黒部川の東側に連なる山々の一つだぜ。標高は2932メートルで、長野県と富山県にまたがる山なんだ。あの飛騨山脈の山なのね。山の傾斜も方角によって大きく違っていて、非対称な形をしている特徴的な見た目を持っているぜ。あれ、でも、日本にはいろんな山があると思うけど、夏の旅行はなんでこの白馬岳がおすすめなの？白馬岳には白馬大雪渓があるんだ。白馬大雪渓は日本三大雪渓として有名なんだぜ。大雪渓、何それ？雪渓というのは、冬の間に膨大な積雪と周囲の山塊からの雪崩で積もった雪が夏にも局所的に残っているのが見られる場所のことなんだ。おう、夏に見る雪ってめちゃくちゃテンション上がるじゃない。しかも、白馬岳の雪渓の上部には夏の間、日本有数の高山植物の花畑が広がっていて、日本百名山、花の百名山にも選定されているぜ。ますます、行きたくなってきたわ。しかも、近くの山の中腹には温泉がいくつかある。雪渓、花畑、いわば、山の温泉、いろいろ楽しめる要素が詰まっているんだ。だから、夏季にはたくさんの登山者が訪れて混雑するくらいなんだぜ。本当に魅力的な山だってことが分かったわ。まだまだ魅力はあって、山頂の下には白馬山荘があるんだ。これは、日本最大の収容人数を誇る山小屋なんだぜ。すごいわ、まるでホテルみたいね。ああ、ホテルや旅館並みの施設になっているぜ。交通の便も比較的良いからとても旅行に訪れるのに最適な場所なんだ。ただ、夏の間、登山者のほとんどが大雪渓を経由して登るから特に、夏休み期間中は大雪渓の上は長蛇の列となることが多い。ちなみに、山や雪渓の名称と高山植物の名称以外は白馬じゃなくて、白馬と読むのが正式だからな。へぇ、同じ漢字でも読み方が違うのね。というか、混雑くらいこの山の魅力に比べたら全く問題ないわ。ああ、早く行きたくなってきたわ。それと、雪渓上は数年ごとに落石事故で死傷者が出ているから、注意した方がいいぜ。急に怖い話になったんだけど、こんな綺麗な景色を見ていたら、落石にも気づかなそうだわ。でも、冒頭で言ってた、2012年の白馬岳大量遭難事故、って落石事故ではなさそうだけど、遭難って言ってるし、今日はなかなか勘がいいな。そうなんだ、この事故は落石事故じゃなくて、登山中の6人が低体温症で死亡した山岳遭難事故なんだぜ。真冬の白馬岳に登ったってことなのかしら？いや、事故が起きたのは5月なんだ。5月って、遭難するほど寒かったり雪が降ったりするものなの。それじゃあ、この事故の経緯やその内容を解説してくぜ。この事故が起きたのは2012年5月4日。事故に遭った登山メンバーは北九州市から来ていた63歳から78歳の男性医師の6人。この6人は事故前日、津ヶ池高原スキー場からゴンドラリフトを利用して入山した後、津ヶ池ヒュッテに一泊していたんだ。津ヶ池ヒュッテ、どこかの宿泊施設かしら？津ヶ池ヒュッテは、標高1860メートルの場所にある宿で、白馬岳の登山のベースキャンプとして利用されている宿泊施設なんだぜ。そして、5月4日の登山計画は、津ヶ池ヒュッテから白馬岳を登って、山頂にある白馬山荘に宿泊する予定だったんだ。時期は夏季から少しずれるけど、一般的な登山観光客って感じね。そうだぜ。この6人は5月4日の午前5時頃津ヶ池ヒュッテを出発。この時の天候は風はなく晴天で、汗ばむほどの気温だったんだ。最高の登山日和じゃない。ところが、午後になってから天候が急変して、みぞれ混じりの強風が吹き始めた。山頂と山頂をつなぐ尾根では氷点下2度まで下がっていて、風は風速20メートル以上の強風が吹き続けていたぜ。
急変しすぎでしょ。午前は無風の晴天で午後はほぼ吹雪じゃない。そんな天候の中、午後1時頃に6人は単独の登山客とすれ違っていて、さらに、午後1時半頃には10人パーティーの登山客とすれ違っていて、それぞれ目撃されているんだ。この時はまだ無事だったわけね。ただ、すれ違った登山客の中に、6人が、先生、どうしましょうか、と相談しているところを聞いている人がいたんだ。ちょっと不穏な空気がしてきたわ。そして、どんどん時間は過ぎて午後5時40分頃、こまめに連絡を取っていた6人の家族が異変を感じて、飛騨山脈、白馬岳を登山中の6人パーティーと連絡がつかない、という届け出が警察署に出されたんだ。ご高齢だし、家族も心配するわよね。届け出を受けた警察署の署員は、6人の携帯電話に電話をかけてみたところ、6人中5人には繋がらず、1人は呼び出し音はするものの応答がなかったんだ。さらに雲行きが怪しくなったわ。翌日の5月5日午前5時40分頃、長野県警は捜索ヘリを出発させて現場に向かったんだが、現場付近には雲がかかっていて、風も相当な強さだったことから接近することができずに帰投したんだ。届け出から12時間くらい経っているし、救助も行えないし、かなり厳しいわね。そして、午前8時頃になって、現場から1キロの付近を通りかかった登山者が倒れている6人の登山者を発見。白馬山荘を通じて警察に通報した20分後に、天候が回復したことを確認した長野県警は捜索ヘリを再度現場に向かわせたところ、別の事故で山から滑落していた登山者を発見してその人を救助した後に再び現場に戻ったんだ。いろいろなことが重なりすぎてどんどん救助が遅れるわね。そこから約1時間後、長野県警の捜索ヘリが通報のあった場所で6人が倒れているのを発見。6人中5人は1箇所に集まっていて、もう1人はその場所から滑落したらしく、100メートル下で倒れていたんだ。やっと発見できたの。6人の遭難者の体の一部は厚さ10センチほどの氷に覆われて氷付けになっていて、地面に張り付いていたんだ。だから、救助も体を傷つけないようにピッケルで氷を割ってヘリコプターに収容した。そのことから、事故当時の天候は普通の吹雪のようなものじゃなくて、水に近い雪が混じった猛烈な風だったことがよくわかるんだ。救助がかなり遅れたくらいだから、相当天候が悪かったのね。その遺体も1階では搬送できないため、3階に分けて搬送されたんだ。搬送後、6人の死因は低体温症ということがわかった。この6人以外にも事故が起きていたみたいだし、そんなにこの日の白馬岳はヤバかったの。事故が起きた夕方頃の後ろ立山連峰は天候がかなり荒れていたらしいんだ。後ろ立山連峰って冒頭で言ってた、白馬岳を含む山々のことよね。そうだぜ。同じく後ろ立山連峰の爺ヶ岳では、6人の遭難事故と同じ頃に1人の女性登山客から山荘のオーナーに電話をしていて、その内容が何度もかけて、やっと繋がった、と言った後に、吹雪で何も見えない、ということだったんだ。近くの山でも同じような状況にあったのね。下山したのかしら。女性とオーナーは電話の回線が悪く、繋がっては少し喋ってキレのやり取りを繰り返していて、女性は吹雪の影響もあって、自分の居場所をうまく伝えることができずにいた。しかも、女性は救助や助けを求める類の言葉を言わずにいて、オーナーには諦めてぼちぼち下ります、と伝えていて、焦った様子や切迫感は感じられなかったらしいんだ。ただ、下っている時も自分の居場所がよくわかっていない女性はたびたびオーナーに電話をかけていて、最後まで救助は求めなかったものの、携帯の充電がもうないと言ったのを最後に電話がかかってこなくなった。また雲行きが怪しいけど、その女性は大丈夫だったの。オーナーもさすがに焦って警察に連絡したんだ。ただ警察の救助が早く行えない様子だったことから、警察の許可を得て1人で捜索に向かったんだぜ。でも、目も開けられない猛吹雪で2時間ほど捜索したものの諦めて下山したんだ。翌日に他の登山客に発見される形で救助されたものの、すでに亡くなっていて、死因は同じ低体温症だった。この日は本当に天候が荒れていたってことなのね。この事故の原因はひどすぎる天候よね。確かに、それは間違いじゃない。6人は全員医師で、低体温症の知識は当然持っていたと思われるが、天候の急変や猛吹雪にさらされ続けたことによって低体温症の症状が急速に進行して判断力が低下していたとも考えられているんだ。氷点下2度だし、何も見えない状況だし、高齢なのもあるから相当辛かったわよね。
ただ、山の天候が崩れやすいのは登山をする者としては知っておく必要があったんだぜ。その日の山の天候も午後から荒れることが予報されていて、6人が出発した津貝家ヒュッテによると、その6人以外にも白馬岳に別の一組が登っていたものの途中下山の判断をして戻ってきていて、他の宿泊客も宿泊自体をキャンセルするように急変する天候に対して安全な対処をとっていたんだぜ。確かに、もっと安全に配慮する必要はあったかもしれないわ。もちろん、天候の影響がかなり大きいんだがな。事故の経緯を説明するときに行った6人を目撃した単独の登山客は、その6人を追い越して先に白馬山荘に到着していて、山荘のスタッフに対してみぞれ混じりの強烈な向かい風に見舞われた、と告げているんだぜ。同じ日に同じルートで登っても大丈夫だった人もいるのね。でも、引き返した人もいて、無事に津貝家ヒュッテに到着しているのよね。じゃあ、6人は無理やり津貝家ヒュッテに登ったってこと？それは違うんだ。白馬山荘に到着するにも、津貝家ヒュッテに戻るにも同じくらいの時間がかかってしまう中間地点にいて、どっちを選択しても無事だったとは言い難いんだ。そして、天候の荒れ具合がピークに達して本当にまずいと思った時には低体温症の症状が出てしまい、正常な判断を下せる状況下にはなかったんだ。5月だし、当日の午前中は晴天で少し暑いくらいだったから、防寒具とかは準備していなかったわよね。いや、準備はしっかりしていて防寒装備やそれに伴う準備もしっかりしていたんだ。ただ、テントのようなものの準備や風をしのぐ対策を取ろうとしてはいたものの、雪の状態が良くなかったことなどがそういった対策を取らせなかったんだ。それと、さっき言った低体温症の症状で判断が鈍り、防寒装備の使用タイミングを誤ってしまったことも事故の原因なんだ。事前の準備や知識があっても、遭難してしまったってことね。本当に自然って恐ろしいわね。そうなんだ。だから、少しでも危険や異変を感じたら無理せず、その場所に立ち寄らないことが一番の安全対策なんだ。油断していたわけじゃないと思うけど、より一層の警戒が大切ってわかったわ。というわけで今回はここまで。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。